黒田忠之は、江戸時代前期の大名。筑前国福岡藩二代藩主。江戸三代五家騒動の一つ、黒田騒動の原因を作った当首として、記録に残る。慶長7年11月9日、福岡藩初代藩主、黒田長政と、慶室、坂江姫の着男として、筑前福岡城内の藩筆頭家老、栗山俊安の屋敷にて生まれる。 後ち駿府城において、長政と共に、将軍、徳川家康に配列している。慶長19年、大阪冬の陣では長政が、幕府から江戸城留守居を命じられたため、代わりに出陣している。長政は、その際、関ヶ原の戦いの折に、家康より配慮した、金志田前立南蛮鉢兜を忠行に与え、一万、の軍を引きさせている。現下9年、 徳川家光将軍宣言の先役を命じられた長政と京都へ同行したが、長政が法恩寺にて病により死去し、家督を継ぐ。当初、江戸幕府二大将軍、徳川秀忠から偏記を授かり、忠長や忠政を名乗っていたが、この時に、忠行に改めた。以後、徳川将軍家は、福岡藩の歴代藩主、弱子に、松平の名字と将軍の偏記を授与していく。 また、父の遺言で、弟の長公に5万国、後世に4万国を分置した。これにより国高は43万3000石となった。忠だは、生まれながらの大半の御蔵師であり、祖父や父とは違い、性格も奔放でわがままであったという。外見は神で派手なものを好み、藩の財力で五金製の大型船舶、鳳凰丸などを建造したり、 自らの側近集団を組織し、倉八正俊市、郡吏慶生らを徴用した。一方で、筑前六誕生城主をはじめ、父、長政時代からの重臣たちと対立し、忠だは、諸領憲法や改役などの強行策を取った。寛永九年、六誕生の一つ朝定領上の城主、栗山俊明によって幕府に、黒田や幕府に、無本の疑いありと訴えられ、 黒だけは海域の危機に立たされた。いわゆる黒田騒動である。三大将軍、徳川家光は自ら裁定を下し、栗山の訴えは精神的に異常であり、藩主への逆恨みと裁断し、後幕名によりそう、八は、高野山、栗山は森岡藩南部下へ預けられ追放された。藩主黒だけはおとがめなしであったが、このこともあり、長政と婚姻の中であった。 幕府老中の安藤な王子、幕府古老、成瀬正虎らから連書で、忠行へ書状が送られ、お父上のように、年寄りどもとご相談の上反省を進めるように、促された。その結果、忠行の側近政治は弱められ、福岡藩の政治は、元の重臣を中心とした、合議制色が強くなった。官営14年、島原の乱に出陣し、武功を挙げる。 官営18年、江戸幕府が海外貿易の窓口として、長崎を幕府直轄地に定めると、被前佐賀藩鍋島家と交代で、長崎警護の幕名を受ける。ただ雪は、長崎に警護屋敷、港を造営し、末継家や伊藤や藩御用大掛けなど数多くの博多商人も、長崎と博多を船で往来するようになる。また、このことにより、 福岡藩の江戸参勤における回数、当主の江戸滞在期間短縮など幕府から優遇を受ける。女王を3年2月12日、福岡城にて死去した。去年53、あと、長男、三幸が継いだ。ありがとうございます。